ばっち8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才二塁手作成。右投げ右打ちのセカンド、フォームはガルシア。好きな球団は慌てくんから意外性狙いでヤクルトでやっていきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。ドン、星157。辛いね。セカンドでそのスタートか。なるほど。そしたらとりあえず取れるところは取っていこうか。まあ箱があるのがねありがたいね。ってことでここ、ハテナマス1個だけだったんだな。それ辛いな。やる気もないと。まあ、強いて言えば最後にね、回復があるのもポイントですね。ってことで、ここで、2! マジ？それ回復じゃねえんだよな。さあ、セニー。ボナ、なし。やる気、なし。マジか。どうするか。おお、プロ入り、いいですね。あ。それは聞いてない。超かっこよくないっす。まだハテナマス2つあるんだ。まだまだ遊ぶんだよ。なんもなくなるぞ、これ。よいしょ。サンタナ。これ回復でもダメ。回復でもダメ。回復5だったら弱いな。まあいいか。仕方ないね。はい、ということで、ステに終了、ステージ3。で、今日ね、お話しする内容。準備してきた内容が、ヤクルトに関係あるんですけども、ずっとね、僕、不眠症だったんですよ。それ、1割いいな。シャッフルするか。いや、シャッフルしないでもいい気すんな。でもやっぱりする。で、不眠症だったんですけども、ヤクルト1000をね、先日飲んだんですよ。そしたら、なんと、不眠症が解消されてしまった。もうかなりのね、慢性の不眠症で、布団の中入って4時間ぐらいね、3時間4時間ぐらいね、マジで寝れないっていう、生活、習慣だったんですけど、もうね、すげー寝れるようになった。逆に寝すぎて今困ってる。1日8時間9時間ぐらいね、寝る日もあって、全く起きずにね、なんで困るかって、アプリのイベントが走れねえ。寝すぎちゃって、今までだったらね、まあ、ちょっとした音でも起きるから、例えばね、地震で震度1とかでも起きてたんですけど、今全く起きなくて、携帯がね、目覚ましとかね、バイブとかで鳴ったとしても、マジで起きないから、アプリのイベントが、気づかない間にね、時間がめちゃくちゃ経ってるとかね、悲惨なんですよ。もう逆に今度はね、ずっと起きてる方法、普通に起きてるのは大丈夫なんだけど、敏感に起きる方法をね、習得しなきゃいけないんじゃないかなって思って。あわてくんいるね。ちょっとセカンドなのに守備死んでんな。セカンドなのに守備死んでるよ。補給守備がちょっとやべえんだが大丈夫か？これ、こっち行ったら多分歩数足んなくなるよな。1、2、3、4、5、6、4、8、9。行かないで宝箱を攻めた方が良さげです。なのでこっちから。回復結局先行かなきゃいけないのか。宝箱ストレートには行けなかったね。拾う！かぶすな。で、ドン！マジ、1、2、3、4、5。攻めろって言ってる。ここで、はい。あ、1、2、3。むしろ守備アップ嬉しいかもね。走力、いや、走力も欲しかったけどな。まあいいでしょう。これ攻めるんだったらこうだろう。な。攻めのハッチを見せてやるぜ。まだまだ。遊ぶんだどん。
逆に寝すぎて困るっていうのも珍しいよね。はい。あ、おじいだ。やる気買ってポカオペ。これは潰そう。潰そうか、潰そうよーっと。いいね。やべえ。いや、好きだな、この能力。キャッチャーだったら直吉だったな。1,2,3,4,5,6,7,8。あー、いや、攻めろ。うめえ。うめえよ。1,2,3,4,5,6。あー。どうする？まあ、守備ばっかってところあるけどね。そうだね。あともう、ここ守備行ってヒーリング動いたらもう一個いけるかなぐらいですか。動くんだよ。動かなかった。いや、でもさ、これ、能力シャッフルが神ったって感じで、なかなか好きですね。弾道4のミパ BA も捨てがたい。ということで、名前設定、行ってきましょう。はい、名前設定しきました。名前。星463から、シローさんという名前になりました。いかがだったでしょうか？基本能力、強打のキャッチャーみたいになりましたね。それでも、セカンドで守備 S98 は魅力的。果たしてこの子がどんな活躍するのか期待して、オートペナント回しみましょう。はい、1年間オートペナント回しきました。結果はこちら。打率3割3分7厘。見事首位打者のタイトル、ミーと B で行ってしまったぜ、ネス。で、村上くんがね、なんでやと、334なんでやと。はい。村上くんに勝ってしまいました。素晴らしいね、シローくん。今回3番シローさんの4番村上くんと、もうね、ヤクルト打線がエグかったっす。はい。で、安打数は181のホームラン35本は、惜しくもね、第3位と。いや、頑張ったでしょ。ね、シローくん頑張って、でね、なんと、打点王を取ってしまいました。素晴らしい。まさか2冠取るとは思わなかったのでびっくりです。いや、よくやったぜ。ってことで、あとは、フォアボール97。4番が119。やばいね。これは相当2人で出塁しましたね。併殺23。まあ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 、総力 F だからな。併殺マシンになってしまったということでね。対左対右は左の方大きく落としちゃってますね。で、猛打賞は11回と。で、出塁率441の OPS1.011。ということで、今回のシローくん、取ったタイトルは、首位打者、最多安打、新人王、ベストナイン MVP の合計5つでした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。